ゴースト・オブ・ツシマはサッカー・パンチ・プロダクションズが開発しソニー・インタラクティブ・エンタテインメントより2020年7月17日に発売されたプレイステーション4用アクション・アドベンチャーゲームである本作は文英11年の元朝による日本進行を題材としているフィールドは日本のツシマをモデルとしている本作の物語は メインストーリーとサイドストーリーとで構成されている。メインストーリーには、ひとし道という題名が付けられており、サイドストーリーである、浮世草及び、伝承と合わせて三本立ての構成になっている。導入無事は、文英十一年の二月、元朝の将軍コトゥンハーンは、日本を征服すべく、大戦団を率いて、津島国の正史下田浜へと押し寄せた。 彼ら元軍にとっての津島攻めは、来たるべき、本土侵攻を見据えた、前哨戦的位置づきにある、作戦行動であった。迎え撃つ津島の武士団はわずか80の貨幣ながら、外交に抗うべく小茂田に集結した。津島国の自童である志村家当主の指揮のもと、武士団は、元朝の大軍と激突するも、絶望的兵力差に圧倒され、死闘の末、大象。 志村と主人公の二名を残して全滅してしまう。大将志村は囚われのみとなり、津島の地位は元軍によって踏み荒らされ始めるのであった。志村の追いにあたる主人公、坂井一氏は、志村配敗下の武将として、共に、小重田の戦いで奮戦し、最後の二人となっても、なお果敢に敵の首領古吟の首を狙ったものの、ヒアリの強力な火器攻撃にさらされ、 爆風に吹き飛ばされて気を失い、弓の追撃まで受けて倒れ込んでしまう。しかし、気を失っている間に、女野党、ユナの手で、軍場から助け出され、九死に一生を得る。数日の後、彼が目を覚ました時にはすでに、津島の半分が、元軍に占領されてしまっていた。ひ氏は、元軍の捕虜となった叔父を救出すべく、トンの巨城となっていた金田城に単身乗り込む。 そうして、本丸へと続く、大手門橋の上で、敵将、コトゥンとの勝負に挑むが、あえなく破れ、橋から突き落とされてしまう。コトゥンとの一騎打ちで敗北を喫した人氏は、侍の道に乗っ取った一対一の成功法では、圧倒的な戦力と、火薬武器を駆使する元軍に勝てないことを悟る。志村が歌う、誉れを奏り捨てて、侍の道に背いてでも、民を守り、 元朝から、津島国を取り戻す覚悟を固めた人氏は、無この民を救いつつ、敵軍に抗って戦う、者たちを救護をすべく、冥府から蘇った、名人と呼ばれるようになりながらも津島各地を、奔走し始める。森行き団カナダ城に囚われた志村を救出するべく、人氏は、伊豆原で味方を募り、女野党のユナとその弟の谷下か、酒売りの賢治、弓の名手である、 石川、足立家の女文芸者である、足立雅子、幼馴染みの老人、龍蔵と、その配下の菅笠衆の助力を得ることに成功する。高が作成した鍵縄を使って、カナダ城への侵入を果たした人氏は、仲間たちと共に、カナダ城の主角を目指して奮戦するが、その途中、味方であるはずの龍蔵が、元朝の主角として現れる。 菅笠州の頭として部下を植えさせるわけにいかなかった竜蔵は、菅笠州の職を保障する代わりに寝返りを求めたコトゥンハーンの誘いに応じ、人志を裏切っていた。一騎打ちの末に竜蔵を退けた人志は主角に突入し、志村の救出に成功、金田城を奪還する。しかしコトゥンはすでに、金田城を去り、津島国の要所である志村城の攻略に取り掛かっていた。 城に到着したコトゥンは城門前で人質の一人を生きたまま焼き殺し門を開けるよう城兵を恫喝する。恫喝に駆使した城兵は城門を開き、城はコトゥンに占拠されてしまう。志村城の落城を知った志村と人氏は志村城奪還のために豊玉屋軍を進める。の野団豊玉前進んだ人氏は志村城奪還のためにさらに多くの味方を募り、 新たに総兵の乗り音、とかつて無本の戸賀で取り潰された槍川家山党と民からなる槍川勢を味方に得る。また、鎌倉幕府に援軍要請の海文を送り、本土からの援軍を得ることに成功する。境家の館に戻った人氏は父の鎧を受け継ぎ、さらに薬草の専門家であるウバーのユリの協力でネズミよけに使っていた鳥かぶとの毒を抽出。 人間に応用する術を学ぶ。白攻めの準備が進む中、志村の部隊がコトゥンハーンの下地状を入手する。下地状は龍蔵に当てられており、志村の先人を菅笠衆に襲撃させる命令が記されていた。龍蔵と菅笠衆が高野三歳にいることを突き止めた人氏は、姉に代わって協力を申し出た高野助力により、砦への潜入に成功。 取り出ないで竜像と退治した人志は、彼の裏切りを痛烈に非難するも、彼に気を取られていた隙に、背後へ忍び寄っていた敵によって気絶させられてしまう。高と共に縛られた状態で目を覚ました、人志であったが、そこにコトゥンが現れ、大元に下るよう津島の民を説得するよう迫られる。人志が拒否すると、コトゥンは、高の縄を解いて、境への刀を持たせ、 解放する代わりに、ひとしを殺せと焚きつける。刀を持たされた高は、ひとしではなくコトゥンに向けて刀を振るうが、あえなく、帰り討ちにされ、ひとしの目の前で斬首される。コトゥンが去った後、自力で縄を解いたひとしは、高を殺された怒りに任せて、菅笠衆に切りかかり、高を追って、鳥出に来たユナと共に、鳥出の敵を相当、菅笠衆を壊滅させる。 戦いを終えた人志という名は、高の遺体を埋葬し、仇である古典への復讐を共に誓う。本土から援軍が到着し、城攻めの準備が整った、志村軍は、万を、時きして、志村城への攻撃を開始する。しかし戦いの最中、不意打ちや毒殺といった手段を駆使して戦う人志の姿を目の当たりにした志村は、侍の道に反する戦い方だと人志を咎め。 二人の間にすれ違いが生じ始める。志村軍は四角へ続く橋に攻めいるが、元朝側が今までとは逆に兵を撤退させていることに気づいた、人氏は何かあると怪しむ。志村はこれを後期と見て一気に橋の上を突き進むが、直後に元朝側が火薬を満載した馬車を橋に放ち起爆橋に突撃した部隊は全滅し、志村軍は 多くの兵を失うこととなる。その後、志村と人氏は、今後の戦の進め方について、話し合いを行う。再攻撃を行うには、兵が足りず、成功法で攻めても多くの犠牲を出すだけだと、判断した人氏は、自らが敵陣に潜入し、毒で敵を全滅させる策を、申し出る。しかし侍の道にのっとった戦いに固執する志村は、毒殺の策を断固として知りけ、 橋を修復して正面から四角へ攻め入る方針を、堅持大きな犠牲が出ても、武士の道を守り、戦で命を落とすのは、武士の誉れであり名誉なこととする志村と、策を練れば避けられる犠牲を、誉れや武士の道のために許容する兵の命を軽視した、考えを良しとせず、誉れや武士の道を守るより民を救うことを重視してきた、人氏は衝突。 二人の話し合いは物別れに終わり、互いの溝は、さらに深まってしまう。毒殺の策を退けられた人氏は、このままでは、無駄死にするだけの兵を救うため、やむなく志村の意に背いて密かに策を実行に移す。野院に乗じて、眼長の陣営に忍び込んだ人氏は、眼長の酒に、鳥兜の毒を仕込み、大勢の原兵を毒殺することに成功する。 そのまま志村城の主角に乗り込んだ人氏は、すでに城を去っていた、コトンに代わり、人氏を待ち構えていた龍蔵と対峙する。コトンから人氏の首を取るよう命じられていた龍蔵であったが、菅が左州を失った、彼には、もはや元朝に肩入れする理由がなかった。龍蔵は人氏に、再び手を組んで、元朝と戦おうと持ちかけるものの、人氏はその申し出を拒絶。 代わりに人氏は龍蔵に対し、志村軍に不利処罰を受けるよう促すが、龍蔵は志村に殺されたくないとこれを拒絶。交渉は決裂し、人氏は一騎打ちの末に、龍蔵を撃つ。資格を制した人氏は橋を渡って攻め入ってきた志村と合流するが、毒殺という武士にあるまじき戦術で勝利した人氏を、志村は通列に非難する。対する人氏も、 犠牲を出さず勝利する方法はこれしかなかったと反論する。人氏の武士としての誉れを守るため、志村は毒殺の諸行をユナに返すよう人氏を説得するが、人氏はその提案を断固として拒絶し、二人の関係は決裂する。人氏はユナに哀悼を託して逃した後、志村の命により、牢に囚われる。牢に入れられてから数日後、人氏は賢治の手によって、 脱出の機会を得る。はじめは、脱獄を拒む人であったが、津島国の民やユナにとって、名人はなくてはならない希望だと賢治に悟されたことで、脱出を決意。志村の軍に追われ、相場を失いながら、ひとはユナが待つ神谷方へ落ち延びる。李の段神谷方へ落ち延び、ユナと再会を約束した地にたどり着いた、ひとであったが、そこで元朝の冬打ちを受け、 自らが使用した鳥兜の毒が塗られた矢を受けてしまう。岩鳥はヒトシが生み出した毒を早くも手中に収め、利用していたのであった。毒で生死の境をさまよった、彼はユナに救助され、奇跡的に生還する。ユナと再会したヒトシは、神あがったの地でユナの古い知り合いであるカリュドたちの助力を得ることに成功し、イズハラやトヨタで共に戦った仲間たちとも再会する。 コトゥンハーンが条件の港町で本土信仰の手はずを整えていることを掴んだ人氏は偵察のためコトゥンの陣に潜入。そこで彼はトリカブトの毒が大量に準備されているのを発見する。自分が志村城攻略に用いた方法をコトゥンが本土信仰に用いようとしていることを悟った人氏は必ず津島の地で元朝を打ち滅ぼさねばならぬと決意を固める。 コトゥンの陣の上空を飛んでいた鳥の群れの動きを観察した人氏は近日中に嵐が来ると予測し、嵐に乗じて岩長の陣に攻め入りコトゥンを打つ作戦を立てる。人氏は作戦結構に先立って志村城内に潜入し、志村宛ての文を残す。その内容は決裂しながらも共に津島国を守るために戦う武士として、作戦への助力を要請するものであった。 嵐の到来と共にひとと仲間たちは作戦を決行。ユナとケンジが盗み出したヒ矢で元朝の船を制圧しつつ、コトゥンのもとへ切り込む。少し遅れて、志村も軍勢を率いて加勢し、元朝を追い詰める。岩頂の陣の奥まで切り込んだひとは、そこでコトゥンと退治、一騎打ちとなる。金田城の時とは違い、ひとはコトゥン。 ハーン相手に前線をするもの、の、わずかな隙をついてコトゥンは、ヒトシの顔をめがけて、トリカブトの毒を巻き、逃走する。毒をやり過ごしたヒトシは、コトゥンを追撃、岩長の船に乗り込んだところで再びコトゥンと対峙する。部下を引き連れて、ヒトシに挑むコトゥンに対し、ヒトシも名人として、あらゆる手段を用いて応戦する。激戦の末、ヒトシはコトゥン・ハーンを打ち取り、 その首を切り落とす。激戦を制した人氏は、ユナと共に白竹寺へ帰還するが、そこで彼女から、志村から、事とづてがあったことを知らされる。事とづてに従い、大御子藩の試合場へ向かった人氏は、そこで志村と再会し、堺家が武士の身分を失ったこと、それに伴い本土から新たな仏家が来ることを伝えられる。故郷に別れを告げるべく、人氏は、 志村と連れ立って、堺家の墓へ向かうが、その道中、津島における、名人の人望の高さを鎌倉が憂慮していることを、志村から知らされる。堺家の墓に参った人氏は、志村と共に、墓前で手を合わせる。志村は、鎌倉が人氏に、無本人の楽園を押したこと、そして、鎌倉から志村に、堺人氏の首を取りよう下地があったことを人氏に、伝える。 志村はヒトに髪を渡し、そこに自生をしたためるよう告げる。ヒトは失われたものに思いを馳せて、歌を読み、志村との思い出を改装した後、哀悼を手に取り、志村との勝負に臨む。死闘の末、ヒトは志村を制する。志村はヒトに、誉れある最後を遂げたいと頼む。彼の命を守るか、彼の誉れを守るか、ヒトは選択を迫られる。 彼が決断を下したとき、人指導の物語は、終幕となる。次の段、堺人志村湯なた石川さだのぶ賢治、のりおゆりげんへいことんーンてむげあるた石川のた友とも子まさこの、炭素元さだおひな、大村梶原わらま名ゆなのた一い虫もむしの、兄弟黒犬方針、こ明、ら、伝承は、伝承の旧字体表記で、琵琶帽子が伝承する。 数々の物語を書くとして展開する団の名称である。英語版では、ミシックテイルズ。ビワ法師堺伊勢、堺人氏の母純心、足立春信、菅笠州槍川宇治政大国小賀帝壮五郎、明治に一期内型誘い風鉄砲をおずつか、槍志村や堺家、足立慶長尾柿口や槍川や、池田や小家鎌倉時代後期の対馬島全道を再現した。 オープンワールドが本作の舞台である。島内の地形は本作独自のものであるが、島の形は実際の千島島とおおよそ同じ。また、実在する地名も多数登場する。伊豆原豊玉上県小茂田浜小茂田村、カナダ城志村城やり川千島国が元軍に侵略され、わずか80機の武士団が対抗した史実をもとに、 サムライをテーマにした作品が制作したかったこと、この時代に焦点を当てた作品が珍しく競合が少ないことから開発が進められた。史実を元にしているが、登場人物や詳細な物語はフィクションであり、そこに伝承や構成語り継がれている当時の出来事を紐づけて時代背景を描いている。例としてオープンマップとして使用された当時の津馬国も、 そのまま使用するとひたすら森と山の中になってしまい、忠実性よりもゲームとして遊べるものにするため草原など歩ける部分を増やしている。目的地までの視覚的なガイダンスとして風を使用。これは嵐が元軍を襲って大きな打撃を与えたというという伝承をモチーフにし、さらに黒沢映画の時代劇で風が効果的に使われているところに着想を得ている。 またカメラワークや演出法などは黒沢映画を参考にしており黒沢明への敬意を込めて黒沢モードが搭載されている黒沢モードはモノクロ基調になるほかフィルム粒子表現などを取り入れ1950年から60年代の黒沢演出を再現したものとなっているディレクターのネート・フォックスは日本刀の切れ味による威力を表現するため敵の体力ではなく 攻撃頻度による難易度の変化付けを取り入れたと PS ブログの中で述べている。また、同社のインファマスのように主人公の生き方によって進む道が異なるシステムは取り入れられていない。本作は対応機種を PS4 のみとした結果 PS4 のアーキテクチャに特化したデータ圧縮や設計の工夫により驚異的なロード時間の短さを実現している。しかし、 テストプレイの際、ロード時間が短すぎてロード中のヒントが読めないという思わぬ問題が発覚した。そのため、ロード時間を意図的に長くするという異例の調整が行われた。事故死などフィールド上での死亡判定の効果音は死にまつわる悲哀を感じさせる琵琶のつま弾きである。原稿は中国の学校では基本的に教えられておらず、中国ではあまり知られていない。 中国の学校で教える歴史は中国共産党の設立以降が中心であり、それ以前となると比較的時代の近い民や信を取り扱うことはあっても他の時代はごくあっさりとしか教えておらず、さらに現代中国人には漢族ではなくモンゴル人による王朝である元はあまり人気がなく、元は別枠と捉えているようにも見受けられ、元の歴史自体にあまり関心がない。 そのため、ゴースト・オブ・ツシマをきっかけに原稿を初めて知ったという中国人も少なくなく、本作は中国でも人気を博している。なお、ゴースト・オブ・ツシマの中国語タイトルは、ツ島島の魂である。ありがとうございます。